こちらへどうぞ。おや、へえ、あんたも隅に置けないね。お客様で、ではでは、こちはい。
いいね、キュンとしたよ。いいだろ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいか、クラフ、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージヤバかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったんだな。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。クラウド、あの人びっくりしてたもん。クラウド、やめてくれ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。美しいものは人生を豊かにする。クラウド君の晴れ舞台と聞いてね。ダンスとても素晴らしかった。その格好じゃスクワットは難しいだろうけど、落ち着いたらまたジムにも遊びに来てくれ。クラウド君の晴れ、その格好じゃスクワットは難しいだろうけど、こりゃまた綺麗どころかどうか。うわ、すっげえ美人。次のバトルが待ちきれない。俺も今回の大会は熱くなったぜ。あなたのような麗しきお方がどんなご用で。え、その格好で戦う気か。さすがにそれは。
たはマダムマムとアニアンクーニャンの推薦状を持ってるの、入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。階段を上がって一番奥の部屋だ。高価なものだらけなんでお気をつけて。マムの推薦か、かわいい。お待ちしてました。アニアンの推薦だ。何だ。部屋は奥だ、急げ。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ。クラウド。おらら、どうされました？会社には潰れませんか？いけませんね。スペースでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。え、やってるだろ。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃ済まねえぞ。分かってる。いや、今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？あ、ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ！まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は3人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、
クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる？そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。Thank you.
はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？娘ども、ここに整列。